高窓の宮ハイ JFAU-18 サッカーリーグ高窓の宮ハイ U-18 サッカーリーグ2011高窓の宮ハイ U-18 サッカーリーグ2011プレミアリーグ高窓の宮ハイ U-18 サッカーリーグ2011プレミアリーグは高窓の宮ハイ JFAU-18 サッカープレミアリーグの2011年開催分である 高窓の宮俳優マイナス18サッカーリーグプレミアリーグは本2011年より開始した全国より選出された20チームがプレミアリーグイーストとプレミアリーグウエストの2リーグに10チームずつ分かれホームアウェーへの総当たり戦を実施する各チームとも18試合を戦ったプレミアリーグイーストとプレミアリーグウエストともに高窓の宮俳優マイナス18 サッカーリーグチャンピオンシップへの出場権が優勝チームに与えられる。下位の2チームは自動降格し、次年度は高窓の宮俳優マイナス18、サッカーリーグプリンスリーグの所属となる。プレミアリーグイーストプレミアリーグウエストともに4月9日に第1節、12月11日に最終の第18節が予定されていた。東日本大震災の影響で、 東北から参加した青森山田高校と少子高校の4月分の試合は延期され5月からの開始となった。それ以外の試合は予定通りに開催された。プレミアリーグ初年度である2011年の参加チームは次の手順で選出した。まず過去3年間の高窓の宮杯全日本ユースサッカー選手権大会の成績を地域別にポイント化し、 そのポイントをもとに、合計20の枠数を地域別に次の表のように配分した。次に、地域別に配分された枠数をもとに、2010年の JFA プリンスリーグ U-18 の成績上位チームを選出した。2011年のプレミアリーグには次のチームが参加した。札幌山田久志浦和流業界、東京東京 VO 和生学清水富山一名古屋、 京都市大阪省南広島観音愛姫東、福岡福岡高窓の宮繁湯マイナス18、サッカーリーグ2011プレミアリーグ参加チームの、所在地日本全国より選出された20チームのうち、東地区の10チームが戦った。優勝は、コンサドーレ札幌湯マイナス18と、東京ベルギースが最終第18説まで争った。第17説。 それまで首位だった、札幌 U-18 が、浦和ユースに0-2で負ける一方で、東京 V ユースが、少子高校に6から1で勝ち、勝ち点で、札幌 U-18 と東京 V ユースが並び、得失点差で東京 V ユースが、首位に立った。そして第18節、札幌 U-18 が、FC 東京 U-18 に2から1で勝つ、一方で、東京 V ユースが、 三菱洋 SC ユースに0から1で負け、札幌 U-18 の優勝となった。札幌 U-18 は、第11節までを6勝5分の無敗とし、この時点で首位だった。その後の5試合を2勝3敗と調子を落とすも、最終戦に勝ったことで優勝した。トップチームには、すでに前年の J2 に出場していた、野、のほか奈良隆樹、前高 坂木翔太など5名が昇格した。東京 V ユースはこの年の全日本、クラブユース選手権で優勝しており、2冠を目指して、本リーグ戦を戦ったものの、最終戦で敗れたことで目標には及ばなかった。トップチームには、杉本隆二、南秀人ら4選手が昇格した。また、楠瀬直樹監督は本大会をもって退任した。清水エスパルスユースは、 第13節から最終第18節までを6、連勝し、3位となった。トップチームには、犬飼いともやら2名が昇格した。浦和レッドダイヤモンズユースは、優勝を目指して、リーグに臨んだものの、第7節からの4連敗と、第13節からの3連敗があり、4位に終わった。また、第17節を前にした10月20日に、堀高監督が、 トップチーム監督に就任し、ユースを去った。残りの2試合は、ユースコーチだった渡辺高正が監督を務めた。トップチームには、12点を挙げて、得点王となった矢島新也ら2名が昇格した。残留争いでは、最終第18節で、東京部ユースに勝った、三菱洋、y、SC ユースが、同節で、札幌 U-18 に負けた。 FC 東京 U-18 を逆転し、8位での残留となった。FC 東京 U-18 は勝ち点1差での降格となった。少子高校は東日本大震災で被災して地元での練習を続けられず、震災発生約半月後から千葉県で練習を再開した。5月に開始したリーグ戦では最初の7試合で0勝5敗2分と序盤で苦戦した。 その後は立て直し、4勝を挙げて、第16節の時点で残留圏内の8位まで順位を上げた。しかし、第17節、第18節と最後の2戦を連敗して、降格となった。最終更新は全日程の試合終了時出展、JFA 高窓の宮葉 U-18、サッカーリーグ2011、プレミアリーグイースト順位表順位の決定基準。 1. 1勝ち点 2. 得失点差 3. 得点数。出点。高窓の宮俳優 -18 サッカーリーグ2011。プレミアリーグイースト戦績表1差10列のチームが、ホーム側。色。青イコールホームチームが勝ちキイコール引き分け赤。イコールアウェイチームが勝利。出点。サッカー DB 高窓の宮俳優 -18。プレミアリーグチーム別出場選手記録。 2016年8月28日閲覧。JFA 高窓の宮俳優 -18。サッカーリーグ2011プレミアリーグイースト、ゴールランキング。2016年8月29日閲覧。日本全国より選出された20チームのうち、西地区の10チームが戦った。サンフレッチェ広島シ C ユースが1試合を残した第17節で優勝を、決めた。 第13節で、京都3が会 c U-18 が、広島ユースに勝って、勝ち点差を縮めたり、第16節で、セレッソ大阪 U-18 が勝ち点差3に、迫ったりする場面があった、理したものの、開幕から8連勝の広島ユースがずっと首位を維持した優勝した、広島ユースからのトップチーム昇格はなかった。2位の京都 U-18 からは、杉本大地、 高橋裕二、原川力、久保祐也ら6名がトップチームに昇格した。なお、杉本と久保は3月にトップ登録され、久保のプレミアリーグの出場はなかった。3位の新大阪 U-18 からのトップチーム、昇格はなかった。4位の名古屋グランパス U-18 からは3名がトップチームに昇格した。残留を争ったのは、 富山第一高校と広島観音高校。この二校は第十七節で戦い、勝った広島観音高校は最終十八節の結果次第で残留の望みを残した。しかし、広島観音高校は第十八節で京都 U-18 に負け、プリンスリーグへ降格した。立正大学小南高校は、首位の広島ユースと、 引き分け3位の C 大阪 U-18 に勝利したものの18試合で1勝しか挙げられずに早々とプリンスリーグ降格が決まった。最終更新は全日程の試合終了時出展高窓宮繁 U-18 サッカーリーグ2011プレミアリーグウエスト順位表順位の決定基準1勝ち点2得失点差3得点数出点。 高窓の宮俳優 -18 サッカーリーグ2011プレミアリーグエスト戦績表1差10列のチームがホーム側色青イコールホームチームが勝ちキーイコール引き分け赤イコールアウェイチームが勝利出展サッカー DB 高窓の宮俳優 -18 プレミアリーグチーム別出場選手記録2016年8月28日閲覧 JFA 高窓宮俳優 -18 サッカーリーグ2011プレミアリーグウエストコールランキング2016年8月29日閲覧優勝チームに授与されるトロフィーと出場にチームのユニフォーム高窓宮俳優 -18 サッカーリーグ2011チャンピオンシップは2011年12月17日に 埼玉県埼玉市緑区の埼玉スタジアム2002で行われた高窓の宮杯 U-18 サッカーリーグチャンピオンシップの第1回目にあたるプレミアリーグイーストで優勝したコンサドーレ札幌 U-18 とプレミアリーグウエストで優勝したサンフレッチェ広島会シ C ユースが対戦したその結果サンフレッチェ広島会シ C ユースが コンサドーレ札幌 U-18 を3から1で破り、チャンピオンシップの初代王者となった。前身の高窓の宮杯全日本、ユースサッカー選手権大会を含めると2年連続3回目の優勝。大会 MVP には、野津田武人が選出された。前半は、広島ユースがゲームの主導権を握るも、両チーム無得点のまま終了した。後半4分。 札幌 U-18 ディフェンダーのファウルで得た PK を野津田武人が決めて先制。後半6分には野津田の蹴った CK を藤井高行が決め、後半18分には末広幸樹が3点目を決めた。札幌の反撃は後半42分の中原翔吾のゴール1点にとどまり、そのまま試合終了。広島が3から1で、 札幌 U-18 に勝った。チーム 1V、チーム2プレミアリーグ参入戦が2012年のプレミアリーグ出場権を獲得するチームを決めるために開催された。プレミアリーグ2012参入戦、旭川実業高校対ジュビロ岩田 U-18、大会方式1回戦の勝者と他の7地域の優勝チームの計8チームが 二チームずつ四つのグループに分かれて二回戦を実施し、各グループの勝者四チームが2012年のプレミアリーグ出場権を獲得する。今回の参入戦で一回戦を行うのは、北海道と東北の優勝チーム。試合方式90分。90分で勝敗が決しない場合は20分の延長戦を行い、なお決しない場合は PK 戦により勝利チームを決定する。 スケジュール1回戦1試合は12月4日に西川岡で2回戦4試合は12月17日に埼玉スタジアムの補助グランドでそれぞれ行われた高窓宮杯プリンスリーグ9地域の優勝チーム K9 チームが参加した参入戦の結果次の4チームが翌2012年のプレミアリーグに昇格したグループ1朝日川実業高校が勝ち上がった チーム 1V、チーム2、チーム 1V、チーム2グループ2ビッセル神戸 U-18 が、勝ち上がった。チーム 1V、チーム2グループ3岡山作陽高校が勝ち上がった。チーム 1V、チーム2グループ4鹿島アントラーズユースが勝ち上がった。チーム 1V、チーム2ハット AB、高窓の宮杯 U-18、サッカーリーグプレミアリーグリーグ概要。 JFA 2016年8月25日閲覧。高窓宮俳優マイナス18サッカーリーグプレミアリーグイースト試合スケジュール。結果。JFA 2016年8月25日閲覧。AB プレミアリーグイースト被災地福島から参加の少子チャレンジしていこう。激坂。2016年8月25日閲覧。 プレミアリーグイースト札幌 U-18 が最終節逆転 V 日本一がけてチャンピオンシップで広島ユースと対戦へ。激坂2016年8月25日閲覧プレミアリーグイースト札幌 U-18 が最終節逆転 V 日本一がけてチャンピオンシップで広島ユースと対戦へ。激坂 2016年8月25日閲覧。プレミアリーグイースト東京 V ユース、三菱洋は二例風負け、目前で優勝逃す。激坂。2016年8月25日閲覧。プレミアリーグイースト青森山田が無敗の東京 V ユースに三発勝利。第11節。2017年2月20日閲覧。 サッカー DB 高窓の宮俳優 -18、プレミアリーグチーム別出場選手記録北海道、コンサドーレ札幌 U-18、2016年8月28日閲覧。コンサドーレ札幌 U-18 高野、拓磨、幼い木屋、坂木翔太、奈良龍樹、舞隆幸選手2012シーズントップチーム昇格の、お知らせ。 2011年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月27日閲覧。東京ベルギトップチームニュース。東京ベルギニュースより、来期トップチーム昇格選手内定のお知らせ。2016年8月28日閲覧。プレミアリーグイースト東京 v ユースクスノセカン監督ラストゲームを白帽子で飾れずも、すがすがしい気分。 2017年2月20日閲覧。チーム紹介。浦和レッズユース。高窓マ宮波 U-18。サッカーリーグプレミアリーグ。2016年8月31日閲覧。堀高ユース監督。トップチーム監督就任について。浦和レッドダイヤモンズオフィシャルウェブサイト。2011年10月20日。 閲覧。イーストマッチナンバー八十四第十七節高窓の宮俳優マイナス十八サッカーリーグ二千十一二千十六年八月三十一日。閲覧。公式記録。イーストマッチナンバー八十八第十七節高窓の宮俳優マイナス十八サッカーリーグ二千十一二千十六年八月三十一日。閲覧。公式記録。 レッツユースのザキマサヤ選手、矢島晋也選手、来季トップチームへの昇格内定。2016年8月31日閲覧。AB、プレミアリーグウエスト、広島ユースが、初代王者に、第17節。激坂。2016年8月25日閲覧。プレミアリーグウエストサポ、感動の、逆転勝ち。 U-18 代表カルテット要する京都 U-18 が、首位、広島ユース劇派。劇坂。2016年8月25日閲覧。プレミアリーグウエスト5連勝の C 大阪 U-18 が、首位肉白。第16節。2016年8月25日閲覧。AB、高窓のメア派 U-18。 サッカーリーグプレミアリーグウエスト試合スケジュール結果 JFA 2016年8月25日閲覧高窓の宮俳優 -18 サッカーリーグ2011チャンピオンシップ公益財団法人日本サッカー協会 p h p コロンスラッシュスラッシュ www.jfa.or.jp スラッシュマッチスラッシュ matc hes スラッシュ2011スラッシュ t a k a m a t オン c s スケジュールリザルト pdf マイメートル01 pdf 2014年7月9日閲覧 a b 高窓宮ハイチャンピオンシップ後半3発広島ユースが 高校年代日本一に、激坂、2014年7月9日閲覧、高窓宮俳優マイナス18チャンピオンシップで、広島ユースが優勝、サッカーキング、2016年8月25日閲覧。ありがとうございます。